長の存在。ランクが高いほどそのホテル旅館には霊現象が見られるという。この手帳は確かに存在する。今回実際に新人からベテランまで5人の添乗員に集まってもらい、それぞれの恐怖体験を語ってもらった。まず怪奇現象の起こりやすい宿泊施設について話を聞いた。まあ、で、まあ、ガイドさんが自殺してしまったっていうんですけれども、カーテンを開けたら、わっと現れたりとかいう話はよく聞きます。これは知ってる方もいるかな。で、大体確率は4割ぐらいですね。見たという経験してるというのはかなり出ますね。まず新人添乗員が先輩が体験した事実を語り始めた。名前が旅館なんですけど、もう本当に一軒のお家に泊めてもらうっていうところがツアーに入っていまして、すごいなんか変わった作りの旅館なんですけど、3泊4日の添乗を担当した HM さんは、翌日に備え旅館に着くなり早めに床に着いたという。普段は寝つきの早い方であったが、その日はなぜかなかなか寝つけないでいた。突然全身の毛が逆立った。意識ははっきりしているのに体が動かない。金縛り、さらにある方向から強い視線を感じる。彼女を襲った恐怖の瞬間、それは。ここまでの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。お前に惚れただけだよ。その腕不死にな。男も仕事も最悪最低。私だけ一人ぼっち。2001年の男運、今夜10時。嘘。世界が涙した。激しく強く限りない母の愛。ダンサーインザダーク。重いな、太ったんじゃない。失礼ね、ファンガーゴなら軽々5人は乗れるわよ。そいつトリプルアクセルできんの。アクセルは1つだけど、デレンピじゃ。こういうのはここまで引くし、地上高47センチで楽々若すぎ釣り。この辺掘ってください。毎度これはもう目が回る忙しい。先輩空間ファンガーゴ。Drive your dreams。 かかってくる、好きかもしれない、かけてほしい、かけてほしくない。フィール、あなたの私会いたい、記念すぎる。フィール、その気持ちがいいですよ。フィール、ビジュアル、サウンド、インパクト。フィール、エイジ。セブンイレブンに100円おにぎりがいっぱい。旨味をじっくり炊き込んだ鶏五目、もち米を丁寧に蒸し上げた赤飯おこわなど、100円おにぎりがずらり勢ぞろい。セブンイレブン、いい気分、お得な100円。生きるべきか死ぬべきか迷ってる場合じゃないわ。今すぐ得するべきよ。何のこと。電話料金よ。マイラインプラスで東京電話、今すぐ選べば今からお得。早めに。あれ、マイラインは東京電話。ここからの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。旅行添乗員 HM さんを襲った突然の金縛り、そして足元から刺すような視線を感じていた。体は動かせないまま、視線を感じる方向に目をやったその瞬間、目に飛び込んできたものは、彼女の足元に立っていたのは長い黒髪の和服姿の女性。吸い込まれるようにその姿を眺めたその時、髪の毛が抜け落ち、不気味に微笑みながら近づいてくる女性。それまでにない恐怖を感じた次の瞬間。
その女性の姿はなかった。しかし足元に大量の長い髪の毛が残っていたのだ。夢中で髪の毛をゴミ袋に集め、そして外に投げ捨てたという。次の日に朝こう覗いたらビニール袋だけあって、髪の毛はなかったということで、あれは何だったんだろうと。女の人の霊をよく見るということで、うん、何人かは。ちなみにそれはあなたの会社では有名な話ですか？あのその旅館はもうそういう幽霊が出るとか作りが汚いのでクレームが出ても使ってないんですけれども、その当時はもう有名でしょっちゅう話が出てたという感じです。旅行関係に霊体験者が多いのはなぜなのであろうか。あの、まあ、添乗員でありその旅行の仕事で来てる人間だから、もう昔でいう布団部屋みたいなところに部屋がない時はもう誘導したりなど、やっぱり評判を気にしますから、あのそんな信じてなくても良くないと言われる部屋はお客さんには使わないっていうのが ありますんで、ただもうやむを得ないのかなということじゃないかと思いますね。次に男性ベテラン添乗員が自らの体験を語った。お盆の時の、要は親戚の、それもありましたんで、戻った時の話なんですけども、これは7年ぐらい前ですか。こちらになります。お盆の時期に急に帰省することになった SY さん。混雑している時期ではあったが、添乗員仲間のつてをたどり、なんとかホテルを2泊分予約することができたという。失礼します。久しぶりだな。部屋に入っていつものように中をチェックしていると、何か嫌な予感がしたという。その日は早々と寝ついた S さん。深夜1時を回った頃、一体こんな時間に誰が何の用なのか、そう思いながら部屋のドアを開けてみると、確かに誰かがノックした。しかしそこには人の姿はない。夢なのか誰かのいたずらなのか、不思議に思いながらも再び眠りについた。しかしノックはこの1回ではなかった。S さんは昼間感じた妙な気配のことを思い出していた。明らかにおかしい。とその時、重苦しい空気とともに人の気配が、それがスーツ姿の男ということも感じ取れていた。スリッパの音がベッドの横で止まった。その時、大きな音とともに突然風が吹いてきた。起き上がってみるとそこには誰もいなかった。翌朝ベルボーイを問い詰めると、数年前この部屋で自殺があったことを告白したのである。自殺がございまして。自殺？このようないわくつきの場所を回避する方法はないのか。やっぱりボロいそうな宿はちょっとなんか出るんじゃないかなって思ったりはしますけどね。あの実際もチェックインをする時とか、あ の段階になってしまいますけども、不自然なあの作りってのがあるんですよ。なんか部屋に行くまでの廊下にしても、部屋入った時にしても、
変な間仕切りだったり扉の開ける向きがおかしいとか、その構造的になんか無理があるような作りをしているところは一つの目安にはなるかとは思いますね。繁盛期っていうんですか、とっても土日とかの勤労とかに土壇場で予約を入れていいお部屋とか、そういうのは危ないと思います。やっぱり何かある部屋っていうのは最後に取っておくと思うんですよ。土壇場になって取れた部屋でとてもいいお部屋だったらどっちか一つですね、運がよくそのいいお部屋に泊まれるのか、何かある部屋か、あとはお守り持ってた方がいいと思います。感じないと。スキーに温泉に冬の旅行シーズン真っ只中、あなたの泊まる場所は大丈夫だろうか。